おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が今日も皆様にコミュニケーションのワンポイントテクニックをお伝えしたいと思います。高野文夫の人間力大学からのプレゼンテーションになります。今日のテーマはですね、どんな人ともどんな組織ともですね、もう断交しましょうという、もうお付き合いはやめましょうというような意思表示はしないでですね、付き合いたくなければ離れなさいというお話です。そしてですね、たとえですね気持ちで断交したとしても、挨拶だけは絶対続けなさいというお話をします。というのはですね、人間同士にしても組織同士にしてもですね、いつか何らかの形で付き合った方が全然得をすることがあるんですよね、時の流れでですね。ですからどんなものもですね、切らない方がいいです。切らない方がいいです。はい、じゃあですね、どうしたら切れないかというとですね、まあ、顔つきとかはですね普段の通りにしておいて、会ったらですね明るく挨拶をすることです。あるいはですね、正月盆暮れとかですね、何らかの、まあ、挨拶をしたり、お手紙を出したりしますね。そういったところを濃くやる必要はないですよ。軽くですね挨拶はしておく。最後にですね、ちょっと例を挙げてお話ししましょう。日本はですね、中国とかロシアとか北朝鮮とかですね、まあ、アメリカとは深く付き合ってますけれども、今言った3国とはですねあまり仲が良くないですよね。しかし付き合い、表面的な付き合いはやってますから、スムーズにいろいろと続いているわけですけれども、例えばですねロシアとの関係って悪いですが、きっちり大使館がありますし、交流のパイプは決して止めないですね。そしてもちろん中国もですねいろんな悪さをしてきますが、間違いなく中国とも大使館を通じてですねしっかりとパイプを保ってますよね。たとえ関係が悪くても、そのパイプはきっとですね生きてきますからね。そして北朝鮮についてはですね、ここを断絶してるんですよ、もう80年以上ですがしてますが、日本にはですね北朝鮮の学校がありますよ。朝鮮総連のですね組織もあるし、朝鮮高校は北朝鮮の学校ですから経営あります。そしてですね日本政府は断交している北朝鮮にもですね、朝鮮学校にいろいろとサポートする、お金をサポートしたりですね、してですねキープしているわけですよ。はい、すなわちですね敵国であり敵みたいな相手ともですね付き合いのパイプは必ず置いとけということです。そしてですね嫌なら、まあ、心では離れてですね表面的な挨拶はしなさいということですよ。表面的な挨拶はですね、ああこんにちはとかですね、さようならとか、お元気でやってますかというぐらいですから、こんなのは空気を吸うようなものでですね誰だってできますから。はい、空気を呼吸をするようなもんですから、はい、どんな嫌な人でもですねあなたとは断交しますというような言葉は絶対表現しないこと、
心の中で切れていてもですね、挨拶はきちんとしなさいというお話をしておきました。必ずどっかでそれが生きてきます。はい、さようなら。